リアルでは 3DO 専用の CD やフォト CD、音楽 CD、ビデオ CD を楽しむことができます。リアルのセクションではリアル本体の説明を行います。その他のセクションではそれぞれの CD の特徴や使い方を説明します。操作は A ボタンを押すと次の画面へ進みます。 B ボタンを押すと説明を繰り返します。 C ボタンを押すとこの画面に戻ります。さあ、方向キーでセクションを選び A ボタンを押してください。3DO インタラクティブマルチプレイヤーリアル。このリアルでは最大1677万色の美しくリアルな映像、あくまでも自然に滑らかな動画表示、スピード感あふれる3次元画像、 CD ならではの高音質、迫力の 3D デジタルサウンド、これら充実の機能を生かしたリアルが新しいインタラクティブの世界を創造します。では操作方法を説明しましょう。 L ボタンまたは R ボタンを押しながら方向キーを押すと、ご覧のようにリアル本体が回転します。方向キーを離すと回転が止まり、各部の名称パネルを表示します。本体の向きを変えると別のパネルを表示します。説明を聞くときには方向キーを使ってパネルにカーソルを移動し A ボタンを押してください。説明が終了するとと音がします。 B ボタンを押すともう一度説明を繰り返します。 C ボタンを押すと元の画面に戻ります。もう一度 C ボタンを押すとメインメニューに戻ります。では実際にお試しください。電源ランプは電源を入れると赤色に点灯します。電源ランプは電源を入れると赤色に点灯します。CD アクセスランプが点灯している間は CD にアクセス中であることを表しています。電源スイッチは一度押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。コントロールポートには 3DO コントロールパッドを接続してください。オープン・クローズボタンはディスクトレイの開閉を行います。一度押すとトレイが開くのでお好みの CD をセットしてください。もう一度押すとトレイが閉まり、自動的に CD がスタートします。AV 拡張ポートに別売のビデオ CD アダプターを接続するとビデオ CD のハイクオリティな映像がお楽しみいただけます。映像出力端子は付属の映像音声コードを用いてテレビの映像入力端子に接続してください。 S 映像入力端子のついたテレビをお持ちの場合は別売の S 映像コードをお買い求めの上、本体の S 映像出力端子に接続してください。より美しい映像がお楽しみいただけます。拡張ポートに 3DO 規格の周辺機器を接続することで機能拡張が行えます。音声出力端子は付属の映像音声コードを用いてテレビの音声入力端子に接続してください。
本体内蔵の DSP により、 CD ならではの高音質、迫力の 3D デジタルサウンドがお楽しみいただけます。3DO コントロールパッドは A ボタン、B ボタン、C ボタン、方向キー、 P ボタン、X ボタン、パッド上部にある L ボタン、R ボタン、ヘッドフォン端子、ヘッドフォンボリュームで構成されています。またパッド上部の拡張コントロールポートに別売のパッドを接続することで最大8個まで同時に使用できます。